立教中学校の生徒たち旧正中学校とは1947年に学校教育法が施行される前の日本で男子に対して中等教育を行っていた学校の一つ。学校教育法施行後は高等学校に移行した。旧正中学と略されることも多い。女子に対する中等教育は高等女学校で行われた。旧正とは 現在の学校教育法に基づく制度が実施される前の制度のことであり、当時は単に中学校と呼称した。戦後、多くは普通科の新生高等学校へ移行した。博物教室級生中学校は中学校令に基づき、各道府県に少なくとも一校以上の規定で設立された。第二次世界大戦後の学生改革までの期間存在し、 高等普通教育を行っていた。入学資格は尋常小学校を卒業していることであり、修行年限は5年間であったが、1943年に制定された中等学校令によって4年間に短縮され、戦後再び5年間に戻された。旧制中学校と類似の学校には、女子に対して中等教育を行った高等女学校を小学校卒業者に、 職業教育を行った実業学校がある。旧正中学校を経ると、旧正高等学校、大学予科、大学専門部、高等師範学校、旧正専門学校、陸軍士官学校、海軍兵学校に進学することが可能であった。また、旧正中学校2年生を修了すると、師範学校への進学が可能であった。 5年生でも4年修了で、旧正高等学校、大学予科の受験資格が得られた。飛び級日本における歴史も参照。県立富山中学校武道場1947年4月の学生改革によって、現在の中学校制度ができると県立、私立の旧正中学校は、募集を停止し、私立校の大半や、国立校の大半で、 現行制度の中学校が設置された。また、新制度移行のための暫定的な措置として、県立、私立の旧制中学校にも、新制中学校が併設され、1947年3月時点で、旧制中学校1年2年の生徒が収容され、併設中学校の2.3年生となった。1948年3月末をもって、 旧正中学校は廃止され、4月に新生高等学校が発足した。併設中学校は新生高等学校に継承され、併設中学校卒業者は高校1年生となり、3月時点で旧正中学4年生は高校2年生に、旧正中学卒業者のうち希望者は高校3年生へ編入した。この併設中学校は、 旧制中学校最後の入学生の卒業とともに1949年3月31日をもって廃止された。旧制中学校は第二次世界大戦終結後の占領統治下における民主化政策に従って定められた学校教育法の下で申請の高等学校へ転換され、公立校の多くは教学化された。しかし、一部地域では教学化は、 必ずしも徹底されたわけではなく、さらに、私学の大半は、男子校や女子校のまま新生中学校、高等学校へと移行している。また、新生高等学校へ転換時に近接する、旧生中学校、女学校と統合された学校や、生徒、教員の相互交流を行ったところなどもある。なお、東北地区の公立男女別学校は21世紀に、 入り、驚愕化している。1947年の学生改革後、旧正中学校の後ろ身となった高等学校は、現在も、地域の中核校、伝統校として、難関、進む学校としての地位にある場合が多い。しかし、長い時間を経て、交通環境や、新設校の整備等の環境の変化のほか、伝統の否定ないし、 伝統の継承を難しくする制度改革が行われたことによってその地位を低下させた学校も少なくない。実際、総合選抜制度や学校群制度の導入された地域では対象となった公立高校の多くでは高い実力を持つ生徒が当該校の受験を回避した結果として名門公立高校の進学実績が低迷すると同時に 私立高校や近隣の新設校の進学実績が著しく伸びるといった事例が見られた。このように必ずしも旧正中学校を前身とする伝統校が現在においても進学実績で上位にあるというわけではない。もっともそのように地位を低下させた場合であっても新設校と比べて一定の優位性を持っていることも少なくない。例えば、 東京都の場合、2001年以降、石原慎太郎東京都知事の元、都立復権をスローガンとした、都立高改革が実施されたが、都立ナンバースクールで、東大進学実績の上位を占めていた1950年代から60年代、ほどではないものの、日比谷高校や西高校などの伝統校が、難関、進む学校として、地位を向上させている。他にも愛知県では、 1989年の学校群制度廃止後、複合選抜制と呼ばれる一定の学校の組み合わせであれば、生徒が自由に志望順位をつけた上で二校受験できる制度が導入されたが、これによって伝統校の復活が見られた。この時、伝統校の明和高校と高度成長期に新設された畜佐高校は、その二校受験が可能な組み合わせであるが、 学校群生時には圧倒的に畜佐高校の方が明和高校よりも高い進学実績を持っていたにもかかわらず複合選抜制度2期生が大学受験した1993年にはすでに進学実績で明和高校が畜佐高校を東大兄弟ともに凌駕しその後一度も逆転されていないまた 学校群制度導入以前に絶対的であった朝日比丘高校は学校群制度導入によってやや地位を低下させ一時的に畜佐高校に実績で抜かれたこともあったものの今日に至るまで愛知県のトップ新学校の一角である。これらは受験生の受験校選択の価値観や政策等の背景事情等を総合的に勘案した。 優位性が伝統校にあることを示しているものであろう。1931年までは、1から3年は、国語、漢文、外国語で全時間の過半を占め、他に、歴史、地理、数学、博物、修身、図画、消化体操があり、4.5年で、物理、科学、法制、経済が加わり、図画、消化の代わりに、数学の比重が高かった。 旧制中学校は、明治三十二年直令第二十八号中学校令改正で、男子に主要なる高等普通教育を、試すをもって、目的、都市と位置づけられたエリートの登竜門としての役割があり、進学率は、非常に低かった。理由として、男子は、農業、工業などの産業従事や、兵役といった事態に際しての即戦力になるものが、 多く求められていて、旧制中学進学というエリートコースを制限する必要があったからである。明治時代、中学や高等教育機関に進学する者は、家族、身分が高めの上位士族、地主、豪商やそして、新しく生まれてきたブルジョアとプチブル階層の出身者にほとんど限定されていた。例えば、カラス中学校冒頭部のカラツワン東部、 島船越沖での遭難事故の記事によると、死者8人、生存者1人のうち、氏族が5人、3人が、平民、負傷が1人となっていた。右の表は、旧政党教皇等師範、学校付属中学校における、1925年5月1日、当時の親の職業別人数表である。対象デモクラシーの時代になると、中学進学が、 一般市民の間にも広がってきた。第一次世界大戦後、都市住民の指定の中学校、高等女学校、実業学校といった旧正中等教育学校への進学熱は急速に高まってきたが、それでも一般大衆にはまだまだ高値の花だった。当時のインテリ層の代表である小学校の教員の月収が1929年の 段階で46円ほどなのに、東京の私立中学の入学年次における学費は、直接経費だけでも146円19銭もあった。このため、せっかく入学できても、中途退学を余儀なくされる者は入学者の一、三にも達した。この状況を、当時の文部省は次のように考えていた。半途退学者の中には、その他の自由によるというのが、 約3分の1近くを占めている。この中には落第して言及に止まっているものも多少含まれているが、しかしこの大多数は一定の方針もなくただ万全と入学したもので、父兄にその責任がある。もし世の父兄の考えがもっと着実になって、デタラメな入学に目覚め、半途退学者の数を減らすことができたなら、今日の試験地獄は著しく緩和されるであろう。 読売新聞1929年12月10日、また、高等市範学校及びその付属学校の校長と、女子高等市範学校校長を務めた山川博氏は、1887年、高等市範学校の付属学校について、次のように述べている。付属公園は、全国学校の模範たるべきものである。しかるに規律なく乱雑では仕方ないから、 これを改革するために努力せよ。そのためには、全生徒に退学を命ずるもよし、あるいは授業料を3倍にし、従来の生徒のこの校にいるのを引かせるのもよい。切りげ階層率20周年記念号1910年12月、つまり、所得の低い一般人の指定は中学に行くなと考えていたのである。皮肉なことに、日中戦争による、 戦時契機で一般の人々でも中学に進学できるようになった。それでも、旧正中等教育学校への進学率は13%前後に過ぎず、特に中学入学者についてみると進学率は8%くらいだった。農村からの進学者は、地主の指定が主で、村で一人か二人くらいしかいなかった。農村の次男三男は小学校六年卒るいは、 高等小学校2年卒で町工場へ出稼ぎに出るのが当たり前だった。反面、旧正中学校に比べ高等女学校の設置数は多く、女子の方が普通中等教育を受けるだけの門戸は広かった。社会進出が制限されていた女子の進学をわざわざ制限する必要性がない上に、いわゆる両妻兼母教育は、 社会の要望に合致していたからだと思われる。ありがとうございます。